今回初めてを見せてくれるのは福岡市早良区の金ヶ江まなかちゃん3ヶ月。金ヶ江家の次女として生まれ、お兄ちゃんお姉ちゃんが元気いっぱい遊んでいてもぐっすり眠るマイペースな女の子です。そんなまなかちゃんが今回初めて体験したのは初めてのくしゃみ。お姉ちゃんたちがまなかちゃんに初めて会った時の貴重な映像。優しくトントンしていると、優しいお姉ちゃんたちの前で初めてのくしゃみも見せてくれたまなかちゃんでした。これからもたくさんの体験が始まるね。初めてを体験するお子様を紹介しませんか？詳しくは桃地浜ストアで検索してください。